本日もお疲れ様でした。さて今日は10月1日ということで、はい、昨日試合があったんですがクライマックスシリーズ進出とはなりませんでした。今シーズンは5位という結果で終わりました、うん、残念残念寂しいね、確かにね。寂しい、まあ、昨日と一昨日も TSS の中継でしたけど、ありましたけどね。どうでした？いやー、やっぱちょっとな、失点、まあ、特にあの2試合ともホームランでね、こうクワーッとこう行って、ね、打球が飛んでいくのを見るのが、うわー、行かれた。で、一瞬やっぱりああいう時って声が出なくなるね。あー、なるほど。ちょっとね、まあ、あの実況のね、アナウンサーのね、深井くんとかのが、まあ、喋るけども、俺はなんか、打った瞬間放物線がって感じだった ね、 なので、まあ、少し振り返りますと、はい、29日は、はい、上本選手のプロ2本目、うん、マツダスタジアム本拠地では初のホームランもあったんですが、先制ツーランあれ、私あはい CS 行きますって思いました。思った俺、うん、はい、うん、だったんですよ。ただは森下投手、そうですね、あれ4点リードで森下投手がね、まあまあ森下投手がまあ失点をまあ2点ぐらいしたんだけども、はいはい、やっぱもっといけると思ったけどね、本当にね。そうなんですよね。で、まあ継投して、継投して、やっぱ逆転負けはやっぱ痛かったね。痛かったです。代打オスナのスリーラン。オスナ。もう忘れん。オスナ。いやそう。で、まあそんな中で、はい、もう絶対に負けられませんと戦ったのが9月30日の、はい、まあ、ヤクルト戦なんですけども、はい、ちょっとそうですね。そうですね、まあ、栗投手がね、あれも結局あのツーアウトからフォアボールを出したんですよ。そこから2人出してキブレハン、ギブレ、キブ、キブレハン、キブレハン、はい、あれもね、もうあのしかも初球だったんで、はい、ガーンと瞬間もまるちゃん結局もそうなんです。それでまたあのあれ、私昨日の、私はテレビで昨日は見させてもらったんですけど、うん、昨日の VTR かなって思うぐらいオスナがもう、そうそう、あれリプレイだと思ったら、ね、ほんまもう急は今日やってやったって、やられましたね。やられました。でもその時まあ打線もね、ちょっとね、昨日はもう全くね、ちょっとそうですね、まあ、坂倉選手が意地を見せてましたけども、いやちょっとあれ染みました。染みた、はい、もうすごい。でもね、この2試合見て思ってやっぱね、完敗ですよ。なるほど。やっぱ優勝チームと、はいはい、まあ、クライマックスいけなかった、5位になったカープのやっぱ差はやっぱり ありますね。まあ、決してね、選手たちも本当最後の最後まで一生懸命、ね、一生懸命やりましたけどね、しましたけども、やっぱりちょっとこの完敗だなという印象を受けました。うん、やっぱりさすが優勝チーム、優勝チームだなね、ところも、うん、あとまあもう一つ注目をね、皆さんされてた多分村上選手のホームラン、出ませんでしたね。出ませんでしたね。でも試合展開的にはちゃんとしっかりあの、うん、あの敬遠することなく全部勝負しましたからね、村上選手。いやだから29日の森下投手が、あの満塁で、ツーアウト満塁で村上で、あ、もうこれちょっとあの真っ赤先生が打つんじゃないかと。先生がだってもう劇的なシーンじゃないですか、まあね、これで打ったらって、やっぱそっちを想像しました。そうなんですよ。そしたらバシッと抑えて上本選手もホームラン打った。あ、これはもうって思ってたんです、2日前の私は。ね、でもみんながね、確かに村上選手のね、まあ、2打席注目したと思いますね。注目でしたね、本当に。なんか村上選手の時すごいいいボール投げたね、ピッチャーね。ああ、そうですか。そう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 。逆になんか逆にね、もうそれ以外の時ちょっとね、モチベーションなのかな。できるんだからみんな、そういう状態でもっとね、バッターを攻めていくみたいな感じのが欲しかったね、強打者に向かっていくようなね、集中力みたいな、そう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 。いやいや、まあ、村上選手、まあ、ヤクルトもあと1試合、あと2試合、2試合か、うん、2試合あるので出ますね。あります、出るかもしれない、ね、プロ野球としての楽しみの一つですから、はい、はい、注目してもらいたいと思います、はい、さて山内さん、はい、たくさん解説もご苦労様でした、ね、いやいや、そうですね、しましたね。一番印象に残っている試合はいかがですか？いや、一番印象で、まあ、もう直近本当に29日の森下投手で負けたのがちょっと非常に痛かったんで、はい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 、まさか森下でっていう感じだったですね。あのゲームを勝てないのはやっぱり痛い。うん、やっぱりこう、勝ち試合というよりかは負けた方がやっぱりちょっと印象に残りますね。まあそうですね。で、まあ、あのまあ試合的には直近の、ね、29日に負けた森下投手が4点リードしてたのを勝ちきれなかったのは印象に残ってますけど、結局9月に、はい、あの
先発ピッチャーにね勝ちがほとんどつかなかったんです。もうあのみんなが早い回にね交代してしまってということだったんで、やっぱ終盤やられたなと。いやだからこれマンテンマンの時ですけど、ね、お話ししましたけど、はい、その最初ってすごい先発もビチッと並んでカープだけ、はい、そうそう、もうずっと崩れてないっていうのもこのスポラバチャンネルでも確か言いました。6人そうそうそう、中6日で揃ってるのは今までやってるのはカープだけだと。そうですそうです、他はもうローテーション崩れてるから、カープが今一番いいって言いましたね。そうそうなんですよ。でまあそれが、まあ、もちろん長いシーズンの中で無償不良などいろいろあると思うんですが、こうなってたわけじゃないですか結局ね。結局後半、はい、先発ピッチャー、まあ、床田投手が離脱したりアンダーソン投手がいなくなったりってことありましたね。大瀬良投手が不調になったり、そうでも夏も暑いし夏も暑いそうそう、で結局そうなってしまったんですよね、うん、そのあたりを検証しないといけないんですよこれは。そうですよね。だからそのさっき言った話していたっていうのがそのヤクルトが、そうヤクルトがね聞いてください。京都と優勝しましたけど、あの去年も今年も、まあ、今年もあともう2試合ありますけど10勝投手いないんですよ実は、うんうん、でローテーションもそんなあのきっちりきっちりね6人で回ってないんですよ。休ませながら先発ピッチャーを使ってるので、うん、もしかしたらねそういうふうなやり方がうまくいったのかなということを考えられるわけです。だからこう勝ち勝ち勝ちではないかもしれないけどってことですか。いやあの先発ピッチャー中6日でずっと回っていくのが理想的だと僕は、はいはいはい、まあ昔の野球と思ってる。でもそれはちょっともっちもちある。ちょっと休みながら、うん、間を空けながらうまく回すことが勝ち切った要因なのかなという考えてるわけです。それだから大体なんかあのまあ極端に言ったらあの中で10日1回抹消して10日空けたり、なんか8日とか6日とか入れたり。はいはいはい。まあ、そうしたらしっかり疲れを軽減しながら行ったのかなと。でもあるかもですよね。あるかもなんですよ。そのすごい。単純な話しちゃいますけど、はい、やっぱ昔よりも気温とかも上がってて、はい、でまあ今年コロナとかもあったりとか、うん、なんかそういった意味ではなんか もしかしたらそっちがじゃあ10年後昔中もいかれ投げてたらしいよってそうなるかもしれないです。なるかもしれないんだよ。かもしれない、まあ、スワローズがうまくいってるのもあるかもしれないけど、まあ、なるほど、うんうん、そういった意味を込めてまた来シーズンでカープのピッチャーがちょっとこう疲弊したっていうの、疲れが先発ピッチャーが疲れがあったですね、この辺りは、まあね、これは MVP の話からこんな話になったんだよ。いやすごいね、いろいろもう思いが込み上げて、はい、西野さんちょっと MVP MVP じゃなくて違う違うあれだ、印象残った試合から印象残った試合は、まあ、もちろんね上本選手のやっちゃろうやもそうですけど、もうこれはもうみんなが、ね、確かにあの3試合連続満塁ホームラン あったね。ありましたよ。ありましたね。だから磯村町の堂林だったかな。そうですそうです。ね、あの時の勢いすごかったね、東京ドームで。すごかった。しかもね、磯村選手とか、はい、堂林選手とかってね、なんかやっぱりうわここぞという感じの雰囲気もありますし、うん、ありますね。確かにそれはね、なかなかないことですね、三振の時も。あの勢いよかったです。よかったです。だからそういった、あれが続けばよかったな。そう、劇的な試合もあったんですよ。ありました。もちろん、いい試合もたくさんあったんですけど、まあこれがプロ野球です。これが。言いますね。はい。これが、楽しいこともあれば、はい、辛いこともあるということで。うん、じゃあ最後に MVP を聞いてもいいですか、はい、?MVP ですか、まあ、山内さん的。はい。ピッチャーなんで、はい、矢崎投手に投げたいと思います。わ、うん、かります。はい、私は。少しこれまでね、ドラフト1位で入って、なかなか思うような、ね、力発揮しなかったけど、今シーズン、シーズンの途中から上がってきてね、最後は8回の男になったということで、はい、彼の成長をね、こう認めてあげたいな。よくやってくれました。しかもこう、来年も楽しみですよね。そうですね。またここからどんどん、うん。タフなピッチャーなんでね。そうですよね。MVP です。西山さんは。私は、でも野手ということで。野手で。悩みます。これは悩みます、非常に。はい、ただ、私は、うん、相澤選手にちょっと相澤選手に送りたいと思いまして、はい、やっぱり、うん、練習取材とかしていても、うん、ちょっとこう、なんていうんですかね、状況がちょっとこう、痛めた選手が急に出たとするじゃないですか、はい、練習中に、あってこうなって、みんなが、お、大丈夫かっていう空気感になった時ってあったんですよ。は、うん、い、練習見てるね、よく。うん、ありがとうございます。なった時に、教えて、みんな、あ、大丈夫
ってなるんですけど、うん、やっぱそういうのって私詳しくないんですけど、うん、流れがこうちょっとこう空気が変わっちゃうんですよね。ずっとだらだらみんなが心配しちゃうと、うん、なのでそこでみんなは大丈夫かっていう空気の中で相澤選手がまあ、どけるなどいて続きみんなやろうって言ったんですよ。でもなんかそれがその冷たいとかそういうことじゃなくて、でも流れをやっぱりそこでグッてなるよりかはパッて変える言葉を言えるってすごいエネルギーだと思うんですよ。あ、確かに確かに確かに。でまあ今昔だったら黒田さん、新井さん、石原さんがいた中で、まあ、今有田選手っていう選手がいるからこそここまでシーズンも頑張れたんじゃないかなということで、西山的 MVP は有田選手に渡したいと思います。俺はいいエピソードだね。確かに良かったです。いやだから渋い。渋いね。まさか渋い。はい、うん。まあみんな頑張りましたね。まあみんなよく頑張ったね。そうです、ね。ただまあみんな悔しいと思います。うん、そうですよ。やっぱファンの方も悔しいと思いますからね。これはやっぱりもう晴らさないといけないですけども、はい、もう少しシーズンねしっかり終わって、はい、一回頭を冷やして、うん、何が足りなかったのか、うん、そこをしっかりね選手も、はい、ファンも。私も検証したいと思います。はい、ありがとうございます。さあ、スポラバチャンネルですが、はい、野球のシーズンが終わってももちろんスポラバチャンネル毎週撮りますもんね。撮ります、毎週撮りますので、はい、でオフになるとまた選手も生出演してくれるかなと思いますので、うん、ぜひね、オフも、まあ、うちオフまだ早いか、まあ、オフのスポラバも楽しみにしてください。はい、さあ、スポラブチャンネルではこんなことを知りたい、これに関してトークをしてほしいなど野球に関するテーマを募集しています。スポラブ番組ホームページとスポラブ公式ツイッターから募集しておりますので、たくさんのテーマお待ちしております。それでは、よいよいよ。